どこが美味しいの？すごく美味しい？美味しい？美味しい？本当ですか？ตรงที่ว่าเราใช้เนื้อปูเนี่ยแบบอย่างดีครับผมカニがすごいいいカニ使ってるのでクオリティがハイクオリティ使って、うん、でカレーがそんなに濃厚しない上等のカレーがトロトロが美味しい。おお、自信ある？自信あります。美味しいです。おお、食べてきてください。わかりました、はい、食べます。ありがとうございます、ね、すごく自信があるんですって。もうね、うちの店に食べに来いよっていうね、もう超自信満々でね、今日電話が来ました。本当かな。なかなかね、自信あるからうち来てっていうお店がないんですよ。その中でバンコクスパイスさんね、新宿店のコックさんはかなりね自信があるそうです。食べてみたいと思います。どこにカニがいるかな。あ、これこれだな。待って待ってね、カニこれかな。あ、これだこれだ、カニがいました。いただきます。ほんとだな、おいしい。カニがうまいな。うん、ちょっとちょっと、卵がすごいんですよ。あ、聞くの忘れた。すいません、これ卵何個使うんですか？やっぱり2個でしたよ。濃厚ですもんこれ。うん、すごいな。ほら、これは大したもんですよ。多分今2020年7月現在日本で一番カニカレー食べてますよ。これ自信持ってます。野菜もね、まあ、野菜っていうかこの玉ねぎとかもね、ちゃんと火が通ってんすよ。うん、さてこっからはスプーンでちょっとねルーの方を食べてみたいと思います。大体もう見たら分かりますよ、卵何個使ってるとかね。うん、大したもんだ。あ、やっぱりね、スプーンと箸をうまく使い分けながら食べてった方がいいですよ。カニのところは箸がいいですね。うん、すごいいいカニ。ほら、この前食べたカニの大きさをねカットしてあるソフトシールクラブがあったんですけども、こちらもねやっぱりねこのぐらいの唐揚げぐらいの大きさ、一口大になってる方が食べやすくていいです。まあもともとソフトシールクラブのカレー炒めっていうのは殻をねなくて、まあ殻あるんですけど殻ごと食べられるってことで、ずいぶんねこのカニのカレー炒めが日本国内普及したんですよ。でさらにこれがね唐揚げ大の一口で食べられるサイズになってると、これもっといいと思います。でこれもしね見てるねタイ料理屋さんがいたら、カニの大きさはね大きいよりも、まあ大きいやつをこの唐揚げぐらいのねこの大きさにカットしてあると、もっとこれからねこれヒット商品になっていくと思います。うん、あらーい、ほんとうまい、うますぎですよ。うん、
これねまたねここに、まあ、ナンプラーが好きな方はナンプラーをちょちょっとこう垂らすとまた味がクイッて上がるんですよね。ナンプラーもらっちゃおうかな。うん、これは美味しいよ。うん、やっぱりね後半はナンプラー入れてちょっとねまあ音楽で言うとコンプレッサーをかますって言いますかね、4つあるんですよ。どれがナンプラーかっていうと多分これですよ。一発で当てますから。外しました。あれなんでだろう、調子悪いの。これですよ。パッ、ナンプラー当たりました。このねナンプラーこれですね、これをここにかけるね、かける、はい、よいしょ、ね、これ混ぜちゃいけないんですよ。ちゃんとナンプラーがこうかかったところを食べるという。うん、最初からかけちゃダメですよ。後半3分の1にナンプラーかけるといいですよ。うん、今日これ覚えて帰ってくださいね。後半3分の1はナンプラー。うん、うん、最高。うん、もう今日この後まだね2軒行くんですよ。毎日3軒行きますからね、カニカレーの旅。うん、ナンプラーうまいな。最高。忘れないでくださいね、後半3分の1になったらナンプラー投入ですからね。はい、それではまたお会いしましょう。